そんな大騒ぎするほどのことか？するほどのことだよ。豪華客船だよ、クルーズだよ。あのカオル先輩がギャルソンの格好でカフェだよ。そっか。カオル先輩だけじゃなくて、マスキやレイヤも絶対ギャルソン姿が似合うに決まってるよ。しかもルイちゃんもいたのか。超レアじゃん。絶対最高じゃん。見たかったな。そんなに落ち込むくらいならひまりも来ればよかったのに。私だってそうしたかったよ。でもその日はバイトが入ってたんだもん。ともえはいないし、他の子にこんな理由で代わってもらうのも悪いし。はあ、なんでバイトとかぶっちゃったんだろう。意外と真面目だよな、ひまりって。意外は余計です。でも本当に行きたかったんだから。分かってるって。ともえたちは今頃豪華客船に乗ってるんだなって思いながら、私はけなげにバイトしてたんだから。レイヤはキリッとしてて、でも物腰柔らかでしょ。ギャルソン姿きっと優雅で麗しいんだろうなとか。マスキは一見ぶっきらぼうだけど親しみがあるから、さらっとかっこいいこと言っちゃうんだろうなとか。ルイちゃんはクールで凛としてて、想像する中でかっこよすぎるとか。それでカオル先輩は、セタ先輩は言うまでもなくパーフェクトだよね。カオル先輩のギャルソン姿見たかった。まあ確かにすごく似合ってたし、お客さんの対応も完璧だったな。だよね。本当にタイミングが悪すぎる。また機会もあるだろう。そうかもしれないけどさ。ほら、喋りすぎて喉乾いただろ。水持ってくるから。はあ、やっぱり誰かに頼んで代わってもらった方が良かったのかな。お願いしたらきっと OK してくれただろうし。でもこんな理由で。どうぞお嬢さん。え？こちらシェフ特製プリンでございます。ともえ？どういうこと？これ売店のプリンじゃん。こうすればちょっとは気分を味わえるだろ。私だって瀬田先輩直々に指名されたんだからな。スプーンはこちらになります。他に何かあればお声掛けください。なんだよ。ともえ、かっこつけすぎ。ここ学食なのに。そんな笑んなよ。私なりにひまりを慰めてやろうとだな。分かってるって。全然分かってないだろ。あ、今のランたちに言ったりするなよ。どうしよっかな。ひまり。お昼ご飯美味しかったね。午後からの仕事も頑張ろう。あれ、あそこにいるのともえちゃんだよね。なんだか悩んでるみたいだけど、どうしたんだろう。おい、ともえちゃん。お、マリナさん、こんにちは。偶然ですね。元気がないように見えたけど、もしかして悩み事？私たちでよかったら話聞くよ。いや、そんな大したことじゃないんです。悩みというか後悔というか。後悔？この前瀬田先輩に誘われてクルーズを手伝うことになったんです。そこで
マスキとルイがちょっと険悪なムードになっちゃって、それでマスキがルイのことをもっと知りたいって言った時に、すぐに全部わからなくてもいいじゃないかって伝えたんですよ。多分私が幼馴染とずっと一緒にいたから。アフターグローのみんなのこと？はい、ずっと一緒にいてもわからないこともある。こんなにずっと一緒にいても新しい発見があったりする。そのことをよく知ってたから、私はマスキにそう言えたんだと思います。ともえちゃんらしくていいアドバイスだと思うな。でもなんでそれで後悔したの？そのマスキは私たちよりずっと楽器の経験が長くて、いろんなバンドに参加してきたじゃないですか。そんなマスキに対して私がアドバイスして役に立ったのかなって今更になって思ったっていうか。それで不安に思っちゃったんだね。そうだな。ねえ、ともえちゃん、そこから公園の何が見える？ブランコに滑り台に、あとシーソーです。私たちからはジャングルジムと滑り台とベンチが見えるよ。マリナさん、これって一体？たとえどんな人でもトモエちゃんと同じものを見ることはできないんじゃないかな。あ、そっか、それでマリナさん。確かに私にはマスキみたいな経験はないけど、マスキにも私みたいな経験はないんだよな。今マリナさんと私に見えているものが違うみたいに。うん、マスキちゃんの経験はすごいと思う。でもトモエちゃんがしてきた経験もトモエちゃんだけの大事な経験なんだよ。そうですよね。どっちの経験のがすごいとか偉いとかじゃなくて、困った時はお互いにできることや見えることで助け合えば、一人で困ってるよりきっとうまくいく。あの時みたいに。ありがとうございます、マリナさん。やっぱりこれからも私らしく自分に見える範囲でできることをしていこうって思います。頑張れ、トモエちゃん。私たちも応援してるよ。